白峰雪だるま祭りの会場へ向かいます。雪は3メートルを超えています。中央広場は雪が山と積まれ、子どもたちの遊び場でにぎわっています。ふと見ると多くの雪だるまが寄り添うように並べてあります。これはツーショットの雪だるまです。カメラマンが群がっています。赤道の中の子供はもってこいの被写体です。リクエストに応じて再び赤道の中へ。餅つき大会はお客さんの出番です。食べ歩きも楽しみの一つで、地元の食材に人気が集まります。少し離れると趣向を凝らした雪だるまや赤道が点々と続きます。家の前に作られた雪だるまはファンタジックなムードを醸しています。うさぎ年だけあってうさぎの雪だるまが多く目につきました。うさぎのレリーフ下には亀さんが、油断していると負けますよと警告しているのでしょうか。今回が21回目、家族の人数の雪だるまをと全部で1000個以上はあるそうです。豪雪地帯の白峰の人たちが集落全体で進めながら地域の活性化に努めている姿を垣間見ました。